強い脂肪流の書き方が言語化がちょっと難しいなって思ってるので、脂肪動機の構造ってどうなってるかっていうところを多分理解した方がいいのかなと思ってて、どういう人を求めているかっていうところをもう一段階掘り下げるといいかもなと思ってて、活躍できるか分かんないんですけど採用してくださいっていうのはなんかどうなのっていう。どうもしゅんです。こんにちは。今回は大人3名の方に就活生の方が就活相談をするという企画になってます。就活雑誌という企画なんですけども、今回は哲政君に来ていただきました。よろしくお願いします。第1回の大人の方々はこちらの方々です。お願いします。お願いします。皆さん、お一人ずつ自己紹介をしていただけたらと思います。さくら市の池上と申します。よろしくお願いします。新卒でコンサルに入って、それから IT 企業のサラリーマン社長をして、で今独立しています。よろしくお願いします。ワンキャリアの田尾と申します。よろしくお願いします。私はですね、新卒一人目でワンキャリアに入りまして、で動画事業 の、 立ち上げ責任者などをやって、今景気株というところで事業企画などをやってます。よろしくお願いします。うずうずの岡本と言います。ヒロさんチャンネルという YouTube チャンネルで面接対策の動画とかを上げています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活に関してのスペシャリストの方に来ていただいたということで、今回は実際の悩んでいる就活生の方の悩みを解決していただけたらと思います。節末の自己紹介お願いします。東京未来大学3年生の節末拓也と申します。今日はよろしくお願いします。節末くんは旬ダイヤにも何回か出ていただいたりとか、他のアベマ TV とかに出たりとかもしてるんですけども、ちょっと簡単に今の就活の状況とか最新の就活の状況をちょっと教えていただいてもいいですか。今就活の状況といたしましては、ダイレクトリクルーティング型の、サービスを使って企業の方からオファーをいただいてから実際にその説明会に行ったりとか、そういう就活のスタイルをやっていて、今度逆求人フェスティバルって言って、そういうイベントもあるので、そのイベントに参加できるように今準備を進めているという感じです。サマーインターンとか結構行ったんですか。サマーインターン、そうですね、オファーをいただいてサマーインターンに行くためのなんか会社説明会には参加したんですけど、面接に次に進むための書類作成みたいなところでちょっと落ちてしまうことが多くて、サマーインターンには申し込んでるんですけど、なかなか行けてないっていうのが現状です。じゃあ今は秋に向けて逆求人フェスティバルとか逆求人サービスを使ってるっていう感じ。そうですね、はい。相談の方を妻作の方からしていただけたらなと思います。まず一つ目の相談をお願いします。一つ目の質問としては、説得力のある強い志望理由が書けないっていうところで、なんか自分が今その志望している業界とか会社さんってちょっと特殊で、なんか ES とかウェブテストをしないでいきなり面接から始めますみたいな感じのスタイルの会社さんが結構多くて、その時にやっぱり何をこう聞かれるのかなって自分で考えた時に、当然志望理由聞かれるじゃないですか。その時になかなかこの会社絶対受けたいんだと思って行くかっていうよりかは、まずは興味で行っていろいろお話聞いていいなと思って応募するんですけど、その時になかなか強い志望理由の書き方が言語化がちょっと難しいなって思ってるので、なんかその見つけ方とかいろいろ聞きたいですね。ちなみに志望理由が書けないっていう悩みの要素としては、行きたい企業がそこまでないっていうところが大きいってことですか。その会社に興味ある会社いくつかあるんですけど、その会社でじゃあ自分がどういうことをやりたいのかとか、その会社が求めてる人材と自分がこうマッチするためのなんかその方法っていうか言語化みたいなところが全然できてないんで、行きたい会社はあるんですけども、それに見合うなんか自分に慣れてないみたいな感じになってます、うん、ありがとうございます。ということで、今の情報に加えてもっと聞きたいことがあったりとか、今の説得力のある強い志望動機が書けないっていう悩みに対しての回答、もしくはより深掘りみたいなのがあったら皆さんからいただけたらなと思います。今聞いて思ったのが、志望動機が書けない理由が自分がそこに行きたいっていうことがこう言語化できてないっていうようなことだったんですけど、その企業がどういう人材を求めているかは明確に理解してるんですか。あ、それははい、理解はしてる、はい、つもりで、なんかその例えば今一番上のこの志望する業界の一番上の会社さんは何かに挑戦する学生を求めてるって言っていて、新しい新規事業とか新しいことにどんどんチャレンジしていく会社さんなので、そういったところに関してはすごい新しい、挑戦したりとか、なんかその挑戦することに向かってポジティブに向かい合えるというような人材が欲しいのかなっていうのは聞いてます。あ、 OK です、 OK です。今の聞いて思ったのが、もうちょっとどういう人を求めているかっていうところをもう一段階掘り下げるといいかもなと思っていて、例えばどういうところかっていうと、挑戦したくない人を採用したい会社があるのかって言ったらないんですね。やっぱり新卒を採用するのって将来のこう幹部になって新しい事業を作ってほしいっていうのはどの会社も少なからずもっと採用しているので、そこの表面的に打ち出している挑戦したいっていうワードを取って
そこに当て込めばその企業が欲しい人材になれるかっていうと、もう一段階掘り下げる必要があって、どんな掘り下げ方をすればいいかっていうと、毎日どんな仕事をするのかとか、どういうお金の稼ぎ方をするのかみたいな視点で考えてみて、例えば IT 業界の仕事的にはエンジニアじゃなくてビジネス職というか営業セールサイドで受けられてるんですかね。そうですね、はい、はい、で受けてるのであれば、この企業のクライアントはどういうクライアントなのか、どういう業界に対してとか、どの規模の企業に対して提供している IT サービスなのかとか、そういう商材を売りに行くならどういうプロセスが必要なのかとか、じゃあそのプロセスをどういうふうにこなしていったら売れるのかとかを想像しながら、自分の過去の経験とかを重ねて話をしてあげると、あ、この人採用したらしっかり営業としてお金生んでくれそうだな、他の人を採用するよりも一番さんを採用した方が利益につながりそうだな、こう思われれば志望度が高い低いっていうところではなく、採用したらしっかり利益につながりそうだなと思ったら通過する志望動機になるので、そういうふうな視点で掘り下げていくといいんじゃないかなと思います。まずその働いている姿とか会社員の人のを見て、それでこういう会社の働き方があるから、それと照らし合わせて自分もこういうことができますみたいな感じですかね。志望動機って結構浅くなっちゃうっていうのが多分今回の悩みだと思うんですけど、その浅くなっちゃう理由ってまさにおっしゃる通りだなと思っていて、会社のことをちゃんと理解していないっていうことがまず課題感としてあると思います。それにあたって企業を理解した後に志望動機の構造ってどうなってるかっていうところを多分理解した方がいいのかなと思って、で3つの構造に成り立っていると思っていますと、1つが企業の理解をしていることで、2つ目が企業の理解をした上でどういうふうにマッチしていると思っているのかっていうことを示すことで、3つ目がその背景を自分の過去の経験と紐付けて話していることっていう、この3つの構造で志望動機って成り立っていると思うんですね。この企業理解に関していくと、まあいろいろ多分観点はあるんですが、4つぐらいの 4P っていう言われるフレームワークがあるんですけど、1つが People、 まあ人ですよね、どんな社員がいるのか。で2つ目がフィロソフィーで社風ってやつですね。3つ目がプリバレッジ、これは何かというと制度とかありますよね、福利厚生とか家賃補助制度とか、まあ、4つ目がプロフェッションっていう事業とか、もうおっしゃる通りあの仕事をどんな風にやってるのかとか、そういう話、相手にするクライアントがどういう人なのかとかっていう話になってくるんですけど、まあ、この4つで整理したときにどのカテゴリーが自分に合うかなっていうのを過去の経験で探ってみるっていうのは一つある。で 4P のうちの 1だけを選択すると、おそらく説得力が甘い志望動機になりやすい。なので4つのうち 2,3 入れたらいいなと思っていて、それは多分文字数による ES であるで、面接であれば時間によるので、ちゃんと尺を調整してさっきの3つの構造を喋れるようにすれば説得力のある志望動機になるんじゃないかなと僕は思いましたね。はい、すごいです。そうやってこうこれとこれとこれとこれが必要なんだよって教えてくれるだけでも、なんかすごく整理しやすいですね。なんか考えやすくなったんで、すごく参考になりました、はい、そうですね。志望動機、まあ、僕が入ったら活躍するからでいいんじゃないですか。それを話すためには実績というか経験みたいなところをもっとしっかり話すべきっていうことですか。あとはそうですね、皆さんが言ったことと似てるんですけど、その企業が求めてる人材、それに自分が合ってて、で自分入社したらもうめっちゃ活躍すると思ったんで、基本的にはまあ自分が活躍する会社に入りたいっていうのはまあ誰しも思ってると思うんで、この会社に自分がいることが社会にとって全体最適じゃないけど、みんなにとっていいことなんだから、もう絶対この会社に入りたいと思いましたっていうのでいいんじゃないですかね。入社したら活躍できるっていうことを伝えられたら結果的にいい志望動機になるっていう話だったと思うんですけど、うん、活躍自分ができるかなっていう不安になる瞬間も多いと思うんですけど、千葉さんの場合は今行きたい企業3つ挙げていただいてると思うんですが、そこに入って活躍できるイメージって今のところついてますか。それは多分働いたことがないんで、多分絶対にそれを話したところで多分伝わらないなって思ったりもするんで、自信はあんまないと、はい、ないです。そういう時どうすればいいですか。それはすごいいい質問で、これどっち側のマッチングでもあるけど、仮に学生さんも売り込む側だとすると、まあ、僕の作った料理食べてくださいという時に、なんか美味しいか分かんないけどどうぞみたいな、なんかパスタ嫌いな人にパスタ作ったんですけどみたいなのもしょうがないし、だからなんか活躍できるか分かんないんですけど採用してくださいっていうのはなんかどうなのっていう気持ちよくするよね。
それでなんかもし自信満々に言ったとしても今度逆に面接官の方からいやそれ全然違うでしょみたい な, なんかイメージ全然分かってないよねみたいな感じで思われたら逆にマイナスなのかなって思ったりもしてるんですけど、そこはやっぱもう自信を持って言うべき。それで言うとあと何が分かればマッチング度合いが分かるのかっていうことを理解してるかどうかは重要で、全部質問してきたらこの人自分で考えないのかなと思うし、何も質問しないまんま僕は活躍できますって言ったらまあただ根拠のない自信のある人なんだなって思うし、こういう部分はなんか活躍できそうなんだけど、でもさっきで言うと社風合ってると思うんですけど会社のビジネスモデルと僕の能力が合ってるかどうかは自信がないんだったり、なんか多分ね自信がある部分と不明な部分とない部分とあると思うから、それがちゃんと語れてれば誠意を持ってうちの会社との相性を考えた上でここを志望しようと思って来てくれてるんだなって感じるから、まあいいんじゃないかな。自信があるかないかわからないけど、それに対してちゃんと理由付けで説明できてればわからないこととか見えないことも別に大丈夫っていう。期待企業で活躍できる人材ってどういう人かっていうのを自分なりに理解して、今自分が何が足りてないかっていうところをまず知らなきゃいけないっていうところで、受ける前までに活躍できる人材になるっていうのは面接受ける前までにできることとしてあるかもしれないですね。はい、そうですね。ありがとうございます。今働いたことないっていう話もあったと思うんですけど、インターンは今まで何回かしたことあるんですか？そうですね、でも前また別のメディアさんに言われた時に、いやそれただちょっとかじっただけだから。何ですか？え、田畑さんとかあの TR さんに言われてあ、ないよですけど、いやでも確かにそうだなと思うんですよ。だから確かにそれで自信満々にじゃあマーケティングとかって言っても、でも瀬戸はさっき言った田畑さんたちみたいに、いやそれただちょっとかじっただけで知ってるからちょっとやりたいだけなんでしょみたいな感じに思われちゃうから、本当の意味でちゃんとこう仕事で働いてるのかっていうのは分からないっていうか、自信がちょっとなくなってきちゃったりもします。どう思います？なんか多分やりたいことが分かりませんっていう相談3つ目に入ってるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあせっかくなので3つ目の質問次行ってもいいですか？自分のこうやりたいことがまだ見えてない、やりたいことをやらなくてもいいんじゃないか。中学生とその社会人の中での分野の差があるなと思って、就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかった。